どうも、ミツです。よろしくお願いします。モンハン4の実況です。さて、前回ゴアマガラを討伐しに行きまして、見事に4オツしましたね。で、4オツしてやっとクリアすることができました。で、船を作るということで、まあ、空飛ぶ船だね。飛行船でいいのかな、を作るということで、新たなクエストが出てきました。で、今回はこのドスイオスとグラビモス、それぞれ終了したいと思います。まずはドスイオスですね。で、ドスイオスはもう雑魚なので、こいつはもうパパパッと終わらせちゃいましょう。また、ナメプの復活です。タイテムはこんな感じでいいでしょう。うん。で、今回のですね、装備はですね、こちらです。レイヤー装備です。揃えてあります。で、武器は骨董で白髪のままです。396。まあ、前回は違う武器を使っていたんですけど、まあ、特にね、属性とかは必要ないと思うので、このままいきたいと思います。で、レイヤーさんの、ですね、スキルが体力プラス20で、あとは非属性の攻撃ですね。これはまあ武器に属性がついてないので意味ないです。で、回復速度マイナス1。ダメージを受けた際の赤ゲージの部分の回復速度がダウンすると。まあ若干不利にはなってしまうんですけど、相手が相手だからね、大丈夫でしょう。ドクターのドス毒研究。いいのかな？で、新しいフィールドかな？新しいと言っても、そんなに変わりはないんですが。まあ。ここはですね、地底火山ということで、洞窟が火山になっただけなんですね。ということで、じゃあ、ドスイオスをぶっ飛ばしに行ってきますか。さあ、行きますかね。なんかこういうモンスター久々だな。もう、ゴアマガラ戦があまりにもショックで、立ち直れそうにないんですが、痛い。さあ、こういう雑魚でね、ちょっとね、一息つきましょう。まあ、こいつはただ単に毒攻撃さえ注意していれば、ドスジャギーとか、ドスゲネポスとあまり変わりないモンスターなので、まあ、剣を適当に振ってりゃ勝手に死んでいく可能性もあります。で、今、毒食らったんですけど、まあ、あんまり気にしないでいきましょう。本当は気にした方がいいんだけどさ。こいつからそんなにね、強力なダメージってなかったような気がするんで、ちょっとうざいな。ほい。いや、直してもね、結局さ、また食らうんだよね、毒ね。はい。それでまた解毒飲んでる隙とかが生まれるのもめんどくさいし、だったら初めから飲まないで我慢すりゃいいかなと思って。ほい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 。よいしょ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 。あらやった。さ、頭でも破壊しますか。はい。はい。よいしょよいしょ。はいよいしょ。ザ子供が邪魔だ。トサカってそう簡単に壊れないか、さすがに。よいしょ。まあ弱点の属性がついてないから、ちょっとダメージとしては少ないのかもしんないけど。ほっ！くそ。まあ前回はちょっとゴアマガラ戦をね、ずっと無言でやってたから全然喋れていなかったので、今回は頑張って喋っていきたいと思うんですけど、こいつはあまりにも情報がなさすぎて話すことがない。あんまりこいつで苦労したこともないしな。武器も防具も集めたことないし、こいつに関しては。ただ単に、ああ、毒がめんどくさいっすね、っていう感じで終わっちゃうんだけど。だってもう、ドスジャンギーとかとあんま変わんないんだよ、動きが。ドスランポスとか。ただ単に、弱いけど動きがめんどくさいよっていうだけのモンスターだからな。はい。よいしょ。よいしょ。とりあえず、かかって8分ぐらいで収めておきたい、こいつは。次のグラビモス戦があるんで、いくらね、
P2G とかに比べると柔らかくなったとはいえ、グラビモスはグラビモスでめんどくさいので。あーもうザコどもが邪魔だ。はいはい、もう邪魔なんだ。食べたけあれか、イオスの5頭か。これはゲネポスの時と同じかな。あ、やばい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 、回復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 、どけどけ、やばいやばい、イーオスに殺されたことあった。もうこれは油断大敵ですなと言いたいんですが、よいしょ、痛い、もうこうやってね数で攻めるのは良くないよ。多勢に無勢すぎるよ。おいおい、はい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 、無駄に体力があるな。はい、頭壊した。くそ、こんな奴らに5分もかけてらんないぞ。痛い、意外と弱くならないな。弱まらないな。はい。はい。よいしょ。切れ味が落ちてるから、そろそろ砥石を使いたいんだが。よいしょ。あ、弱った。待てー。あ、硬い。さすがに硬いか。あら、そっちに行く。てっきり一番下に行くかなと思ったけど、そこはあえて9番じゃないのか。追いかけよう。あれだっけ、地底洞窟だとピッケルで取れるものが違うんでしたっけ。ドラグライトが取れるのかな。早くレビテライトが欲しいけど、レビテライトは多分ここじゃないよね。天空山のところで取れるんだろうな。あーもうザコども、その舞台に立つな。そこに立ちたいのは俺だ。あ、吹っ飛んだ。あーもうちっこいのが邪魔。お、よいしょよいしょよいしょ、お、よいしょ、くそ、あーりゃ移動ですな。そこで移動だから多分9番に一気に行くんじゃないかな。グッモーニーン、モーニーン。おい、こら逃げんな。お前の巣はここだろ。はい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 、ほい、早くくたばりなさいよ。もうくさ、よいしょ。これレイヤー装備ってあれなんだね、毒は効くんだね。てっきりレイヤーもね、毒持ってるから毒防御とかつくのかなと思ったけど、意外とつかなかったっていうね。あ、くそ。はい、オッケー、お疲れ様でした。ま、こんな雑魚に時間をかけてらんないからね。オッケー、何分ぐらいだろうな。8分以内に枯れただろうか。まあ、5分張り行っちゃったからな。これで、ドスイオスが終わったんで、次は、グラビモスだね。で、場所は多分同じでしょう。ここでしょう、きっと。地底洞窟の熱い狩りになりそうだね。一つ目のクエスト、オッケー。まあ、所詮ドスイオスだしな。素材少ねえ。少ねえ。オッケー。7分8秒。まあ。オッケー。さて、お次は、熱地に現るグラビモス。行きましょう。で、グラビモスはやはり硬いモンスターなので、爆弾を持ってきましょう。めんどくさいからね。無駄に時間かかってもしょうがないので、トータル爆弾を買っておいて、さらに、調合できるかな。できれば G も持っていきたいので調合で作れればいいんですが、よし、とりあえずオータル爆弾 G まで作れたので OK でしょう。よし、行こう。で、武器をですね、骨董から何だっけ、名前忘れたけど、ガララージャラの武器に変えてきました。まあ、火属性がついてるやつだね。これでまあ、動きを止めながら爆弾を使いながらっていう感じにしておきたいです。爆弾あるのかよ。
大たら入ってたね。まあいいや。火柱じゃないのか。グラビが撃ったビームか。 I'll be back ドゥドゥンドゥンドゥドゥン帰ってきたぞ。まさか P2G で倒したグラビモスが復活したのか。あ、のっしのっし、相変わらずののっしのっしだな。撃ってくるんじゃない？撃ってこないんかい。撃ってきた撃ってきた、やっぱり撃ってきた。さあ、じゃあ行きましょうか。で、なんかね、P2G の頃に比べると狩りやすくなったなっていう印象があります、こいつは。あ、いたいたいた。狩りやすいというか柔らかくなったのかな、なんかね。そんな感じはするんですが、気のせいでしょうか。さて、何回も言ってる通り、こいつは硬いので、ひたすらジャンプ攻撃を狙っていって背中を破壊する方が楽だと思います。で、爆弾でボカンとやるのが楽でしょう。切れ味が足りないとね、全然攻撃が入んないんで、時間かかってしょうがないんだよね。今ちょっと無駄なダメージを受けまくってるな。あ、どうも。で、乗り攻撃当てたいんだけど、なかなかに乗せてくれないのが痛い。こっちこっち。くそ、ビームしか打ってこないな。なんなんだ。まあ、麻痺ってもいいけど、麻痺を狙うってのも一つの手だな。この武器だしね。まあ、つぼっくりいただきます。ほっ。おい、こら、待て。誰狙いだ。食うか。尻尾を向けて、ほっ、あ、まずまず、おぶねえ、おいでてて、あ、ちっちっち、いてて、なんだろう、足が長くなったから狙いやすくなったのかな、こいつ。お腹周りを、もうちょっとなんかお腹って狙いにくかった覚えがあるんだけど、優しくなってるんだね。いずれにせよね。よいしょ。乗れなかったし。まあ、いや、尻尾狙っていこう。できれば乗りたいので、いてててて、狙っていきますが。あ、やべ、ゴロリンだ。よいしょ。乗れない。もう、一回。OK、ありがとう、回復。これで、背中をザクザクやりの、お、一発でいけた。で、そしたら爆弾を用意して、お腹に置くと。あ、よいしょと。で、そろそろ起き上がるので、起き上がってくるタイミングを見計らって、ボガンと。で、そうするとお腹が、お腹じゃない、足を破壊か。まあいいや、どっちにしろ、V 破壊は成功しましたと。あ、眠くなる、眠くなる。おい、こら、お前らに行けともサボってんじゃねえ。起こして。OK、ありがとう。本当にまだ、この2匹からの信頼を得られていないぞ、俺は。悲しいなぁ。ほい。おら。あー、眠い。2匹とも寝ちゃったな。1匹は永久に眠り、1匹は普通に寝てるっていう。ちょうど尻尾当たんねえ。ちょうど段差で当たんなくなってる。ラッキーというか、なんというか。よいしょ。尻尾も狙っていきたいな。
いかな。はい。よいしょ。よいしょ。あ、よいしょのしょ。ゴロリン、ギャース。回復回復。はい。乗れるかな。よいしょ。あ、まずだ、まずだ。うお、危ろ、危ろ。ほっ。よいしょ。あ、届くかな。よいしょ。とと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 。ほっ。ダメだった。図体がでかいからな。当たり判定も広いな。向こうまで行っちゃうと困るな。あ、くそ。尻尾を狙いたい。あ、やばい。そうか、プシューってやってくるタイミングだったな。こっち来んなって。もう、なんでこっち来るかな。熱い、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 熱い。ちょっと待て、ちょっと待て。ダメだ、最近ちょっと危ないな。いろんな戦いが。よいしょ。もう。で、俺は早くこの尻尾を切りたいだけなんだが。そう簡単に切らせてくれない。当たるか、もう。いやー、もう。狩りも下手だし、カメラワークも下手だし。突っ込んでくるからよいしょ。当たらない。はい、ほい。あんまり付け根ばっか狙ってても尻尾は切れないか。あ、移動だ。熱も切れた。9番に行くね。まださすがに疲れねえか。まだね。さっきのイオスとはわけが違うからな。よいしょ。うお、なんだそれ、ありかよ。ありですかそれ。ずるくね。飛び降りて妙義が取れない中さ。くそ。撃ってくれ。尻尾キラッチン。ことごとくモンスターに攻撃を読まれてる気がするな。全然こいつまひんないね。本当にこれまひっち溜まってんのか。痛いし。こ、虫食んな、虫食んな、虫食んなって。もうダメだ、最近の狩りが踏んでり蹴ったりなんだけど。ほら、よし。はい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 。まあ正直グラビモスの装備を集める気がないので、尻尾を切ってどのこのっていうのは別にどうでもいいんだけど。あ、そういえばこれサブ系なんだ。サブ系何？胸か。あれ胸壊さなかったっけ。壊してないか。はい、ほい。まひってくんないかな、まひってくんないかな。あ、そうか、さっきは壊したの足か。じゃあ胸を壊しましょう。はい。ほっ、胸壊すのは多分すぐいけると思うので、一番狙いやすい場所だしね。はい、ほい。とっ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 と、見えない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 よ。もう一回ジャンプ攻撃で狙うか。よいしょ。ほっ、なかなか壊れないな。よいしょ。やべえな、回復薬が足りないんだけど。ダメージ受けすぎだよね。
あの色なんだ。あんな色のやつ初めて見たけど、真っ白じゃない感じ。なんだろうね。しかもノリ失敗したし。ここだ。ここで胸を壊せ。いってぇ。ダメか、段差でも受けちゃうのか。さあ、ついに回復薬がなくなりました。あの色なんだろう。ただ単に睡眠かな。ほら、こんなにも壊れない。見えない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 よ。さてと、回復薬がなくなっちまったな。もう全部使ったのか。回復頼む。ありがとう。って言ってもそんなに多くではないけど、まあ品よりはマシだな。ビーム。お、麻痺った。ナイス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 。こういう時にね、やっぱ麻痺いいよね。オッケー。で、あわよくば、うい、オッケー。いいね、この流れで。そしたら爆弾を置こうか。倒れたところに、特に胸だね、胸のところに爆弾を置いて爆発させて破壊しましょう。オッケー。どこだ、胸がわかんねえ。あ、胸破壊したのかな。あー、変なとこ置いちゃったな。いけるかな。え、ちょっと待って。下手くそ、もう。何今の。え、結局当たった、爆弾。ちょっと爆弾を置く場所が悪かったな。さてやりますか。もう本当に下手。なんかね、毎回編集しててね、特にこの4のね、実況シリーズが一番腹が立つ。なんか見てて自分で自分に腹が立つわ。下手くそすぎてね。もう早く来いよ。結局あの爆弾が当たってるのかがわかんないから、なんとも言えないんだけど。攻撃当たんないし。尻尾、尻尾、尻尾。はい。ほっ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほっ、入った。あ、ゴロン。もうちょっとね、スマートに狩りが入れたいんだけどさ、本当に毎回言ってるけど。ダメだね。早急にもう引退するしかないな。こんなに下手くそなのにハンターと名乗っちゃいけない気がする。あー、てか、そっか、投げナイフがあんのか。使えばよかったな。あれでもサブタケのやつかな、もしかして。サブタケ達成してからもらったやつかな。おい。硬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 い。はい。硬い。硬い。威力落ちてきた。あー、食らう。さっきの自殺だもんな。しびれ罠も入ってるな。まあ、罠を使うほどの相手かっていうと、相手だな。確かに、こいつは罠使った方が早いからね。いてててて、マジか。今、ひるんだんじゃないのか。大きい役グレート、ラッキー。まあ、枯れればいいかな。もう。よいしょ。オッケー。特に面白いことも言えないし。特に面白いプレイも見せらんないし。よいしょ、よいしょ。オーケー、いいよ。あと、尻尾だっけ？よいしょ。お、次は、睡眠。連続でそんな出してくるんだね。あ、ちゃ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 。
回復。ありがとう。よいしょ。はん。よいしょ。ほっほっ。ギャフン。ゴロンゴロンゴロン。なんかあれだね。動きがさ、速くなったよね、こいつね。そういった部分でやっぱ難しくなってるな。こんなに速く動いたっけ、こいつ。テキパキと。そんなにテキパキモンスターじゃなかったような気がするんだけど。もっとノロ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 攻撃してくるイメージがあって。よいしょ。あー、リックス君起こしてあげよっか。いってん、ダメだ。自分で起きて。さっきリックス君俺のこと見捨てたからな。これでもう五分五分だ。投下交換、投下交換。ほっ。そろそろよ、え、まだ弱んないのかよ。今の動き、弱る動きだろ。さあ。長引くな、やっぱりこいつの戦いは。まあでも V 破壊結構進んでるから、よいしょ、あとは足元狙って攻撃していけば勝手に落ちると思うんだけど。ほらね。で、願わくば尻尾も切りたいなと思ってるんですが、多分このまま逃がして Q のエリアに向かうんで、そこでボカンと爆発やってクエスト完了かな。これいいでしょ。よっしゃ、行くぞー。おお、ありがとう。あ、てか、結局死んでねえし、こいつ。なんだよ。なんだ。爆弾で、行っちまうかなと思ったのに、行かなかった。ほら。しょうがないな。くらえ、投げナイフ。ほら。おりゃ。投げナイフで死ぬかな。ほら。ほら。あ、ひるんだ、ひるんだ。怒った、怒った。チク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 痛んだのが。ほら、さすがにそれじゃ死なないよな。あー、向こうに行かれると困るな。そこでね、死なれると困るんだ、非常に。せめてこっちに来て死んでくれ。しっぽしっぽしっぽ。あー、もういい。うん、倒した方が早い。はい、はい。切れない。結果切れませんでした。ここだ！やったね。こいつの尻尾って2回剥ぎ取れたよね。え、なになに？え、今の何？今の動きあり？おら！よいしょ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 。くそ、なかなかにしぶとい。あ、終わった。オッケー、ズシーン。よし。で、尻尾、ここで尻尾が取れるのか。もう一回。いやー、意外と時間かかったな。一回自殺したしな。で、こいつは本体から4回かな。火炎袋。火炎袋はありがたいね。レウスの防具とか武器作るのに使うからな。睡眠袋。もう一回。OK。ま、グラビモスの装備は作らないです。特にね、いらないので。これで多分また新しいクエストが出てくるのかな。それとも天空座にもう向かっちゃうのかな。パッパラッパーと。で、その天空山で確かレウスとかが出てきたので、そっからね、より面白い狩りが見れるんじゃないかなと思います。多分これ以上硬いモンスターは出てこないと思うので。よし、20分。ああ、結構かかったな。さすがな、硬いだけあって時間かかるな。まあでもちょうどドスイオストでよかったかな。
お、このセンス。やったぞ、ついに我らの団の飛空船が完成したぞ。空飛ぶ イサナ船だ。これでどこにでも行ける。海の向こうも空の向こうにもな。不思議なことだな。それもこれもお前さんと出会ってから全てことが回り出した気がするんだ。ひとまずはグラビモス狩猟の祝い、そして飛空船、完成の祝いだ。さあ準備ができたらシナト村に向けて出発しよう。村長に声をかけてくれ。こいつの謎が解けるかな。解けるといいな。はい、飛ばしてくれ。あら綺麗。大丈夫？これ落ちない？柵とかないけど。ほら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 落ちそうだよ。おお、平原だ。お、ハンターがいるじゃん。で、これが村かな。すんげえなんかトゲトゲした山がいっぱいあるけど、小人がいっぱいいる。これ雲の上のとこに村があるけど、気圧とか大丈夫なのかな。そんなリアルなことを考えてもしょうがないか、ゲームに。大丈夫かね、クライマーズハイとかになんない。大丈夫。あらよっと畑仕事してるんだね。到着。元気な男の子。すっげえクジラ、でっけえクジラ。あ、こんにちは。なあなあ、あんたハンターだろ。すげえ知ってるぜ。あの帽子のおじちゃんと一緒にクジラに乗ってきたんだよな。え、帽子のおじちゃん。おじちゃんならさ、あっちさ、うーん、タッチで長老のじっちゃんと話してたよ。神殿へ行く扉の近くさ、帽子からキラキラ出してさ、どうのこうのってさ。へー、クエストは特に新しいの出てないのかな。とりあえずその村長の話を聞かないとダメ。よし、やったな我らのダンハンター。ついにシナト村だ。シナト村の皆に聞いてみたんだが、村には物知りの長老がいるらしいんだ。話を聞いてみるとするか。こいつのことも聞きたいしな。どうも。おや、旅の方かね。こんな場所までいる気のすった。こんにちはじいさん、ここはシナト村かい。さよう、ここはシナト村、風鳴りの村とも呼ばれていたな。雨を吹く風が常に村を駆け抜けておる。耳を澄ませばほれ聞こえるじゃろ。あれが悪しきを払う風の音じゃ。ご覧の通り竜人しかおらんが、まあゆっくりしていくがよい。そいつはありがたい、世話になろう。で、早速申し訳ないが、俺はこいつを探してここまで来たんだ。こいつに見覚えがあったら、ぜひ教えて。なんと、それはまさか、若者よ。なぜそれを、どこで手に。おお、ご存知だったか。そいつは採石がいい。これは偶然手に入れた代物なんだ。で、こいつは一体。実はの、それは、この村に不吉な証として伝わっているものなのじゃよ。昔々、そのまた昔、天空山でかつてないほどの大災害が起こっての、モンスターというモンスターが正気を失ったように暴れ出したんじゃ。原因はわからぬ。動く者に見境なく襲いかかり、天空山は死の寝床と化したようじゃ。歴史書によると、その光景は、悪しき風が山を、踏んだように見えたという。今はもう、人にしか残っとらん、昔々の話じゃよ。そのアイテムはな、悪しき風が生まれたと言われる場所に見つかったものなのじゃ。以来その地は禁足地として立ち入りを禁じられておるんじゃよ。禁足地。うむ、禁足地じゃ。尊き紋章に守られた地じゃ。とにかくそんなもの帽子から出しちゃいかん。わし断固反対、断固阻止。どうやら一筋縄にはいかないようだな。とりあえずいろんな話を聞いて回るとするか。ほう、なるほどね。これでクエストは増えたんだろうか。
どうも。はーい。え、団長さんのアイテムが、まあ、不吉の象徴？そうだったんですか、そんなことが。変なクエストを見つけた？これです。高難度、不穏の幕開けというクエスト。ババコンガの狩猟なのですが、ギルドからの注意書きが気になってしまって。通常のババコンガとは異なる様子が見られるので注意されたし。通常と異なるって何でしょう？はーい。わかりました。じゃあ、とりあえずそのババコンガを討伐しに行けばいいんだな。はいはいはい。はいはいはい。これだね。高難度、不穏の幕開け。で、生態が不確定と書いて、未確定と書いてあるんですが、ちょっと、ババコンガね、前に戦ったババコンガとは様子が違うので、こいつは実況してみたいなと思います。よし。じゃあ、とりあえず今回はここまでにしておきましょうかね。Twitter とブログやっております。ぜひ覗いてみてください。まあ、今回はね、ドスイオスもグラビモスも狩猟したことあるモンスターだったので、まあ、スムーズではなかったな。一応つしちゃったしね、一応つね。まあ、とりあえずは、次回はババコンガですね。まあ、二度目ではありますが、生態がちょっと違うので、戦ってみたいなと思いますので、よろしくお願いします。ではまた、次回の実況の方でお会いしましょう。バイバイ。